で熱も下がんなくて、もう頭もめっちゃ結構ぶつけたんで寝ます。病院終わって帰りなんですけど、前のスプリントと同じように扁桃腺でした。毎回扁桃腺なるんで、そろそろちょっと切ろうかなって思ってるくらいです。扁桃腺のここで熱も38度か9度くらいまで上がって、もうコロナかインフルかめっちゃ怖かったんですけど、とりあえずいつも通り扁桃腺だったんで薬飲んで、ちゃんとドーピングも大丈夫って言われたんで薬飲んで寝て試合に臨みたいと思います。風がなかなか下がらず、朝からずっと寝たり起きたりだらだらしたりで、出た1時になってしまって、今日熊谷、埼玉ます。寝てたら朝食逃しました。最悪です。熱下がらん。前日調整諦めて寝ます。なんでやねん。
はい、今回も一発撮りでアフレコしていきたいと思います。この時もう38度後半9度くらい熱あったんですけど、なんか逆にだからこそ落ち着いて、なんかいい力感で走れたなって思います。前半しっかり加速して、ちょっとこっからもうシンプルに3日4日休んでた、もうずっとベッドで寝続けてたんで、もうなんか体力が残ってなくてシンプルに垂れたっていうか拭いてしまったって感じですね。もうセカンドベストなんで良かったです。けいちゃん、けいちゃん、ここ4針縫ったんですけど、なんかここもあざできてて、やばい、出る？抜いた！うまあ、自分の走りができなかったっていう、もうこの一言につきますね。まあ、順大の村崎くんが、まあ、後に決勝で日本記録タイ出すんですけど、同じ組で、まあ、残り一人決勝行くっていう感じで、まあ、すごいもう勝ちたいがよく勝って力んじゃったって感じですね。で、まあ、この混戦の中で思ったようにスピードも乗れずダラダラと走ってしまいました。で、まあ、後から動画見て気づいたんですけど、もうこの辺でなんか流して、なんかもうこんな余裕にゴールされてたんだなと思って、走ってる時気づかなかったんですけど、後から見てめっちゃびっくりしましたね。おやなりが足りないぞ、おやおやおやなりが足りないぞ。
。